フラート島本の写真より、ハーラル一世がその父から王国を継ぐ。フラート島本は、中世アイスランドの写本で最も大きく、そして疑いなく最も美しい作品の一つである。法訳としては他に、フラテボン、フラト等の書といった呼び方がある。アイスランド語では、フラテジャーバック、英語では、ザ・フラテ・ブックで、いずれも、平らな島の本の意味である。写本番号は、 GKS 戦後フル。また、コーデックスフラタンシスという名でも知られている。写本は225枚のベラムでできており、綿密な文章が書かれ、挿絵が入れられている。現在フラート島本は、王の写本と共に、アイスランドの国民的な財産として、アールニ・マグヌスソン研究所に保管されている。写本には、ヘイムスクリングラの中に見られる、北欧の王の佐賀の大部分、特に、 オーラブ・トリグバソン、セ・オーラブ、スベレ・シュグルツソン、ホーコン・ロー王ー、マグヌス・ゼン王、そして、ハーラル・サン・セイ、カレツ王についての差ガが含まれている。他の非常に古い時期の文献のどこにも記述が、見つからないさらに別の文献に衝述されたものであり、また他の文献との独特の違いがあるものであり、そうした内容をこの写本で見ることができる。またこの写本に、エッタ氏の、 ヒュンドラの歌の唯一の写しが含まれている。また、例えば、ノルナゲストの話のような短い話の多くは、この写本以外には残されなかった。ビンランド植民地についての記述を伝える、グリーンランド人の佐賀は、赤毛のエイリークの佐賀での記述といくつかの相違点があることから、特に重要な資料であろう。またこの写本に、多くに諸島人の佐賀と、 ヘロー諸島の人々の佐賀の唯一のアイスランド語版が残っている。フラート島本の差し絵より、ノルウェー王方向に4世と、息子マグナス6世。フラート島本は次のテキストによって構成されている。フラート島本にのみ見られる短い話とは、例えば、が挙げられる、ありがとうございます。